今は責務を果たすまで。主を見ていてください。どうした近寄れんか。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。トンボ切りのおすすめの立ち回り方法を説明していきます。トンボ切り、最初から覚えてる打ち上げ、これめちゃくちゃ強いです。打ち上げが弱いキャラもいるんですけども、トンボ切りは特に強い部類に入ります。出も早いし、出た後も、キャンセルが効きますので、ほぼほぼこれだけで進んでいくことができます。で、後の方になると固有闘技覚えます。この固有闘技がトンボ切りはとにかく強いです。出は決して速くはないんですけども、出てしまえば最後までほぼほぼ潰されることはありませんので大丈夫です。ガシガシ使っていきましょう。夫人として働けただろうか。それではありがとうございました。